アイオワ州立大学はアメリカ合衆国アイオワ州エイムズに所在する州立総合大学。1858年に設置された。正式名称はアイオワステート・ユニバーシティ・オブ・サイエンス・テクノロジー。ビッグ12カンファレンス所属。1858年、アイオワ・グリカルチュラル・カレッジ・モデル・ファームとして始まる。1864年には、 モリルランドグラント法によりが衆国初のランドグラント大学として、アイオワステートカレッジオブアグリアンドメカニックアーツが設立された。設立当初から男女共学であり、主にアイオワ州の主産業である農業、畜産業のほか、理工学に重点を置いた教育機関として発展。1959年にアイオワステート、 ユニバーシティ・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジーへと名前を変え、現在に至る。活発な研究と高い教育レベルを背景に、1958年より、北米トップクラスの研究型大学62校から、なる、アメリカ大学協会に名を連ねている。アイオワ州立大学は、以下の7学部から構成され、多様化する学生のニーズに合った、教育の機会を提供している。 1922年に始まった学園祭ベイシアは当時存在した5つの学部の頭文字から名付けられた。ベシャは2014年に発生した前夜の暴動によって永久的に凍結されることが学長によって発表されている。セントラルキャンパスアイオワ州立大学は州都デモインの北50マイルに位置する学生街エームズに拠点を構え1900エーカーを超える。 その広大な敷地には160以上の建物が立ち並ぶ。四季の彩りを打つセントラルキャンパスは、全米で最も美しい25のキャンパスの一つとして、トーマス・ゲインズの著書座キャンパスはず、A ワーク・オブ・アートにも挙げられている。緑に覆われたキャンパスには2000を数えるアートが、点在し、庭園や美術館なども一般に無料で開放されている。 またアメリカ合衆国エネルギー省、AMs 研究所をはじめ、数々の連邦政府研究施設をキャンパス内に用すなど、政府研究機関、産業界との結びつきが強いことでも知られ、マンハッタン計画時の面影など、今なお、キャンパス随所に見ることができる。ありがとうございます。